円山かぼしです。どうもサクサクミルクの赤崎です。はい、よろしくお願いします、はい、さあ、今回はラーメン池田屋吹田店ということで関西2店舗目です。なるほど、関西吹田市まで行ってきましたが、うん、阪急千里線の吹田駅から徒歩1分ですね。あ、1分ですよ。京都一乗寺に本店を構える池田屋の、まあ、一応3店舗目という、はい、福井にもある、はあ、あの池田屋をモチーフに、あ、どうなのかな、うん、12月5日にオープンしたばかりというね。あ、僕の誕生日じゃないですか。誕生日なんですか、はい、あ、そうなんだ、めでたいですね。ラララララ、はい、すいません、ね、はい、基本的にメニューはラーメン、汁なし、塩豚骨の3種類なんですが、はい、今回は26日まで限定でですね、あのフライドオニオンあるっていうんで、あ、じゃあちょうどよかったですね、いや、ガリマヨと合わせてオーダーしちゃいました。はい、こちらっす。うわ、ジャンク感が、いや、すごいね、これすごいな、全部マシマシので、生卵も入れるか入れないか聞いてくれる、ね、あ、無料で、はい、そうそうそう、でガリ米は別ダーコールして野菜マシマシにしたら自動別ダーとなりました。あー、なるほど、じゃあ、3皿、まあそうだね、あ、すごいね、いっぱい卓上にお皿が並びましたけども、まずはその別皿野菜から食べていくんですね。野菜からいくんだ、野菜からいきます、うん、もう小気味いい爽快シャキシャキ野菜ということで、はい、ただし別皿の中には油、返し、唐辛子もこんもり入ってます。ああ、なるほど、これ自体が一つの料理として、まあ、お楽しみいただける、これラーメンと野菜炒めじゃないですか。違いますか、定食みたいな話ではないんですね。そしてこの豚ですけども、うん、この見た目わかりますか、オールほぐし豚なんですよ。ああ、だから油なのかなと思った。ああ、違うんですよね、うん、豚なんですね。そう、うん、増してないんですよ今回。すごい、この量、うん、シーチキンとかコーンビーフ好きな人はマジで好きな一杯。ああ、繊維感、そう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 、うん、でもこちらね、野菜と合わせてもコテコテシャキシャキで食べます。食べやすいですね。コテコテ、大阪なんでもコテコテですもん。もう偏見がすごいね。分かってないですね、大阪のこと。まだ3回しか行ってないんで、大阪。ああ、3回目。直接丼にかけるコールだと辛い生ニンニクにかき消されちゃうんで、ガリマヨは僕は別皿でいきまして、はいはい、マイルドなニンニクの、まあ、こうマヨネーズの美味しさがいいねーって言うんですね。お、ニンニク。そしてこの気になってたニンニクですけど、多分史上最強だと思いますよこれ。ああ、確かになんか全体に散らばってるからね。そう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 、もはやこうやってかける必要あるんでしょうか。シャワーされちゃってるじゃん最初から。なのでちょっといつもと違うことをしています。はい、このかけたもの、どうするんでしょうか。じゃあ、ね、わざわざこんな、これをまとめて、うん、今回な、いや、おい、ちょっと待って、こんな予想通りなことある。いやいや、ちょっと待って、あの量ですよ、もうほら、もう、ああああ、もうマシマシ温度が上がった。いやいや、分からんけど、こんなあったの、こんなのすごかった。いや、あんなテロップ出たら食べるんだろうなと思うから。そうですか、うん、裏切らない、うん、裏切らないのもマシマシ。はい、美味しさも裏切らない。そして生卵をね、潰して、うん、これ引き出していきますけど、ちょっときしめんのようなね、うわ、すごい、うまそう、で、いやいや細の平打ち麺でございまして、はい、まあ、こっち側ってね、見た目よりもパキポキと噛み応えのある、まあ、ちょっとね、中山に似てる麺。ああ、中山二郎、はい、中山二郎に似てる感じですね、はいはいはい、で、これはまあ電池返ししていきますけども、うわー、美味しそうですね。これをね、やってる、まあ、インスタグラムのフォロワーさんがいるのよ。もう美味しそうだ、美味しそうで言ったんだけども、で、満を持して、いや、そうだね、食べれて、丼の底の厚さがまたね、うまいんですよ、これ。あー、美味しそう、それは、これだけの油なんだけども、うん、あまりしつこくなくですね、うん、クリーミーな印象強いんですよ。あ、まあまあ、まあ、卵もね、いや、そうなん、うん、あるし、ちょっとカルボナーラのような、まあまあ卵のね、おしゃれな、ね、まあ、雰囲気も、あ、なるほど、おしゃれな雰囲気、雰囲気まで、まあ、なんか学生時代ね、またアニメに没頭した時ぐらい夢中なひととき、その、あの赤星のバックボーンは知らないんだけど、え、そうですか、学生時代のこんな感じですもん、パリシの GTO ぐらい。オープニング風にしてますけど、オープニング風ね、あったけどね、この感じね、うん。ね、そんな感じで詰め替えタイプの白黒ブレンド胡椒もかけていくんですが、うん、まあ、お気づきとは思いますけども、もともと黒胡椒たっぷり入ってるんで、もう必要ないですね。あー、なるほどね、白なしだから、白なしの場合はもう全然いらないと思います、うん、で、ちょっとまあ触れ忘れましたけども、はい、こちらの野菜の器はもうとっくに完食してて、うん、そしてこちらが麺の器と、はい、で、ごちそうさまでした。なるほど、全完食で、非常に美味しかったですね、はい、うわ、高そう。ステータスなんですけども、まあ、93.25円、本域の丼の方、標高低いですけども、別皿なんで結構量、いや、まあまあそうですよね、はい、やっぱね、うん、で、ここまで見て、はい、フライドオニオンです。ああ、はいはいはい、多分なんですけど、汁なしには入ってるイメージが、コールしたんですけど、ちょっと入
そんなわけない。え、そんなわけない。マジっすか。うん、多分下にあったんだよ、それは。あったのかな。 あったんだよ。なすぎて。そうだよ。気づかなかった。そうだよ。なんでそんなこと言うんだ、お前は。すいません、本当に。あ、池田さん、こっち。池田ってさっき言いましたけど、はい、京都でお店開いてる池田さんって人なんですよ。じゃあそっちじゃないっていう。そっちの池田屋です。完全に俺が間違えちゃってるけど。新選組ではございません。あ、そうだったのね、はい、京都の池田屋だったの。京都の池田さん。あ、まあ京都だし、その方も池田さんだしっていう。あー、まあかけてるの。まあそうだったのね。うん、まあ、ちゅうわけでね、うん、オープンしたばっかりなんで、吹田にも池田屋ございますね。皆さんもぜひ行ってみてくださいということで。はい、ペース。はい、you